はいどうも、アコギ力向上委員会マクタノさんレイディオの時間が今夜もやってまいりました。今回は効率の悪い練習をしようという内容でお話ししていきたいと思います。これは僕の経験から独断と偏見で話すので、もしかしたらケッとこんなことあるかいカッペだぜと思ってしまうかもしれないですが、よかったら聞いてみてください。皆さんはですね、練習をするときに効率というものを気にしているでしょうか。できるだけ無駄のないようにやるぞとか、無意味なことはやらないぞと、とりあえず毎日30分は基本練習しようと、練習の仕方をね考えながらやっている人いるかもしれないです。マクタノさんの動画配信されたけど、後半ダラダラと解説してるから、いや見なくていいやと思ってる人がいるかもしれないです。しかし僕の考えはですね、ちょっと違って、どんなに効率の悪い練習でもね、とりあえず内容に関わらず練習しまくっていけば上手くなるんじゃないかということです、ね、なぜ効率の悪い練習をしまくっても上手くなるのかと言いますと、これから話します。ここが重要なポイントです。人間はですね、良いものを選べる力が自然に身についていると僕は考えているわけです。 DNA にね、いいものと悪いものがあったら自然にいいものを選びたいと、人間の本能であるんじゃないかと僕は考えているわけです。どういうことかというとですね、100個のチョコがあったとします。100個のチョコ、ひまわりの種ですけど、ね、うちのプースケのおやつですけど、ちょっとお借りしました。100個のチョコがあったとします、しまして、で全部違う味であったとしますね、似ているチョコもあれば全く違う味のものもあるとします。でハリーポッターの百味ビーンズ、わかりますでしょうかね、ゲロ味とかミミクソ味があるらしいですけど、その、100個のチョコがあって味の違う、最初100個食べます、パク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 と。そうすると50個美味しくて50個はまずいと判断できるとします。人によっては最初ね80個美味しいと思う人がいるかもしれないですけど、とりあえず50個で、で今度はその美味しいと思った50種類のチョコをですね、また食べていきます。おそらくその中でも最初は分かんなかった違いがね、どんどん分かってくると思うんです。で今度は50個から25個美味しいもので美味しくないものね、25個ずつ分かったとします。だけどもどうしても少しずつ味の違いはなくなっていくと思います。やっぱ美味しいものを選んでいくわけです。だからだんだん選ぶのが難しくなっていくと思います。最終的にはですね、だけど最終的には100個から美味しいものをね、ずっと続けていくと何個か選ぶことができるようになるとイメージできるでしょうか。100種類のチョコを食べて、で50個美味しいなって、で今度もその美味しい50個を食べて、そしたら25個美味しいなって、でそこからまた食べ始めて、でそれで10個選んだ、10個最後食べてみて、最後美味しいもの5個を選んだ、ベスト3選んだとか1選んだとかいうのが想像皆さんできますでしょうか、ね、確実に最初の100個のチョコよりは美味しいものが選別できると思います。時間はどのぐらいかかるかわからないですけどね。ギターの練習でもね、同じことが言えるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。効率の悪い練習でもね、適当に繰り返しの練習をやってたとしても、悪い部分はですね、もう弾けない、間違ったと思って、それと体がこうなんか心地よくないな、気持ち悪いなと思うんで、次はあまり弾きたくないじゃないですか。その間違ってしまったとか、ちょっと気持ち悪いことが出てしまったら。でも弾いていて心地よい瞬間は自分自身ね、勝手にこう欲しがると思うんですよ。自分の脳みそかな、脳がねこう反応して、あこれ気持ちいいな、でまた弾きたいなと思うのです。だからもし効率の良い練習は何かなと考える前に、暇さえあればね、弾きまくっていった方がもしかしたら上手くなるための近道になるんじゃないかという話です。よくゆっくり練習しろって言いますよね。たくさんギターの解説してる方いらっしゃいますけど、弾けなければとりあえずは難しいフレーズゆっくり練習してみてください、テンポを半分にしてみてくださいとよく言われますが、スローにするとうまく弾ける確率はぐっと上がりますよね。そうすると心地よい瞬間が多くなるというわけで、成功する確率が増える、美味しいチョコになる確率が上がると。だからまあスローで練習したりすると美味しいチョコを、ね、探し出す力が身についてくるということ、ね、想像できますでしょうか皆さん、ね、選ぶ力がついてくるわけですよ。聞く力がついていくわけですよ。ただしですね、ここでまたもうここ今回一番重要な点なんですけど、ここは美味しいチョコというのが本当に世間一般他の人たちも美味しいと思うか
ね、同じように美味しいと思ってくれるかということなんですよ。自分が美味しいと思っているチョコが世間の人が美味しくないと、ね、自分一人だけ美味しいって言った他の99人が、ね、美味しくないと思っているようなチョコであればいくら、ね、一生懸命選んでも他の人に認めてもらえないわけですからあまり意味がないですよね。でこのチョコが自分がねたった一人美味しいと思ってチョコこのチョコが本当のチョコだぞと納得させることができればいいんですけど、なかなかねそういう根本から変えるのはね難しいと思うんですよ。それこそ有名人とかがね何マニマニマニが好きとタピオカが好きとかねバナナダイエットだとか言うとあれって美味しいんだとかあバナナダイエットでいいんやとかやってみようというみたいな感じで影響力がね、ある人ならば、まあ、できると思うんですけどインフルエンサーっていうんですかね、だけど普通の、ね、我々はこの方法はちょっと難しいと思います。なので、ね、まずは美味しいと思うチョコの味を知るということ、世の中の人がねうまいと思うギターはどんなのかを知っているということが一番大事だと思います。自分のね憧れのギタリストを思い浮かべてみてください、ね、でそれをまあどんな風に弾いてたかなとか、まあ、YouTube で検索して見て、ね、CD 聴いてなぜこの人のギターは魅力的なのかまずは、ね、ゆっくり考えてみてください。なんで僕はこの人が好きなんだろうなと、なんでこの人あまり好きじゃないのにこの人のギターは好きなんだろうと、そうすればねその美味しいチョコの、ね、理由が分かってきてそのチョコに近づきたいと思いますよね。そのチョコを探し出したいとね、その美味しいチョコどんなのが美味しいチョコか分かり始めてきたらこのチョコに美味しい近いこうチョコを選ぼうとするじゃないですか。良いものね。あらそうすればねあなたもね美味しいチョコをね作るためっていうか選ぶための第一歩を踏み出すことができると思います。まあつまり何が言いたいかというと暇さえあればねとりあえずどんどん弾いていくことが上手くなる秘訣だということですよ。よくねどうしたら弾けるなんですかとかどうやったら上手くなるんですかとかよくコメントでいただくんですけどとりあえずは弾いてみましょう。で美味しいチョコをねこう選んでいくわけですよ。練習していくとだんだん分かってきます。どれが美味しいチョコなのかとね。練習しないでねこう美味しいチョコを探そうとしてもダメなんです。それはちょっと無理があります。だからどんどん食べてチョコを食べてね美味しいチョコがどんなのか知ってね勉強してやるということです。だからまあ効率の悪い練習をしようというのはちょっとまあなんかちょっと意味が違ってくるかもしれないですけど、とりあえずは練習をたくさんしようということの話なわけですよ。分かっていただけましたでしょうか。おっと時間が来てしまいました。こんなところで、ではマクタノさんレイディオでした。次回もお楽しみに。